はい、どうも、ゆうです。ということで、本日からね、今年最後のベルーナドームでの3連戦始まったんですが、結果は6対1で勝利。イエス！いや、今日ね、初回にね、犠牲フライで先制こそされたんですが、まあ、終わってみれば、もう完璧な勝利でしたね。ほんと、今更なんですけど、このチーム強い。強いわ。野手も投手もね、おのおのがやるべきことをしっかりとやって、勝つと、美しい勝利でございました、本日もね。本日の先発はモイネロということで、いや、初回ね、いきなりトンサキ選手にフォアボール出して、その後続く源田選手に、エンドランでヒット打たれてのアウト1、3塁。で、4番の山村選手にね、犠牲フライ許して先制って許しましたよと。で、初回だけで23球を投じましたよと。あれ当時はね、そう思いましたね。前回登板も結構抑えてはいたんですけど、かなり制球荒れてたんで、なんか調子悪いのかなとか思ってたんですけど、ほんとただの杞憂でしたね。この初回を終えて2、3、4、5、6、5イニング連続パーフェクト。7回のツーアウトからね、佐藤龍生選手にツーベース打たれるまでは一人たりともランナーを許しませんでした。いやー、やっぱすげえわ。思いなろ、今年先発先行1年目っすよ。試合開始前時点で防御率争い独走って感じだったのにね、さらに独走体制に拍車をかけた形となりました。一方打線なんですが、渡辺選手ね、球速表示以上にやっぱストレートに威力あったみたいで、矢下氏が結構手を焼いていたんですけど、4回表本田健介さんがライトへの同点ホームラン、さらに6回には甲斐キャノンがライトへのタイムリーヒットで、続く河村くんが、センターへの2点タイムリースリーベースで、7回表には、再び天才打者近藤健介さんが、またライトへツーランホームラン叩き込んで6対1で、結局モイネロが最後まで投げ切って勝利という流れでございました。こうも今日とてね、もうケチつけようがない完璧な試合でしたね。近藤健介さん本日の成績がフォアボール、ホームラン、ヒット、ツーランホームラン、フォアボール、5打席全出塁です。バケモンだ、これ。いや、ほんと、いい意味で、いい意味ですよ。キモいなって。キモいなって思いました。すごすぎて気持ち悪いレベルですね。試合開始前時点だとね、コンちゃん意外と西武戦、打率2割ちょっとぐらいだったかな。あんま打ててなかったんですけど、もう今まで貯めてた分を全部ぶっ放すかのようなね、鬼人のごとく打ちまくっておりました。で、これでホークス、なんとマジック30。で、早くも8カード連続勝ち越しに王手をかけましたよと。で、あと今日3連勝か。で、あと最多貯金34かな。いや、もちろんまだまだね、油断できないんですけど、ようやくちょっと優勝の二文字が現実味を帯びてきたんじゃないかなと。さすがにね、もうこの調子でね、一気に優勝まで突っ走っていただけるようにね、明日もホークス応援頑張っていきましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ホークス、成功。